森の出口はこっちですよ。そうしたらお城への道があります。ありがとうございます。先ほども本当に助かりました。いいんですよ、あれぐらい。ご無事でよかったです。まあお二人とも服はびしょ濡れみたいですけど、川にでも落ちたんですか？まあそんなところです。なかなかドジなメイドさんたちなんですね。お使いに行って迷子になった上に川に落ちるなんて。まあ私も本体とはぐれちゃったんで人のこと言えないんですけど、お名前はフェリシアさんとフローラさんでしたっけ？はい。あのフェリシアさん、ちょっと何ですか？私の名前嘘ついちゃってますけど、いいんでしょうか？いいんです。カムイ様がここにいることは、ガロン王様に知れたら大変なことになっちゃいますので。でも、カツラを取られてしまったので、もうフローラさんには見えないと思いますが。仕方ありません。姉さんとして出てきた以上は、姉さんの名前で通しましょう。わかりました。何こそこそ話してらっしゃるんですか？いえ、何でも。あの、それより、さっきの化け物は一体？あれは最近現れたんですけど、ノスフェラトゥが突然変異したやつらしいです。突然変異？ほんと迷惑ですよね。王城兵じゃ手に負えないからって、国境警備兵の私たちに白羽の矢が立ったんですよ。あいつらを根こそぎ始末してこいって。へえ、頼りにされているんですね。違います。捨て駒ってことですよ。え？要は、死んでもいいってことなんです、私たち。考えてみてくださいよ。化け物退治みたいなしけた仕事にエリートの王城兵を突っ込ませて死なせたら戦力の損失になるじゃないですか。それに比べて国境兵ならたくさんいるし代わりも効きますし、数人死んだってどうでもいいんだと思いますよ。そんな、そういえばブノワはどうしてるかしら。ブノワさん？一緒に来た同僚です。岩みたいな大男でも見かけによらず気が小さいから案外その辺でくたばってるかも。大丈夫ですよ、絶対生きていらっしゃいます。ありがとう。まあ私も死ぬつもりなんてありませんけどね。玉の輿に乗るっていう野望もあるし、家族に仕送りもしなくちゃいけないし。そういえばあなたのお名前は、雨が。やだ、せっかくの髪が濡れちゃいます。それに視界も悪くなって戦いづらくなりました。どうかしましたか？これ一応お渡ししておきます。軽い剣とナイフしかありませんけど。え？さっきも言いましたけど、ここいつ化け物が出るかわからない場所なんです。次は自分の身は自分で守ってください。私死にたくないので。何かあった時は自分を優先します。その代わりお二人も私を守る必要はありません。ごめんなさい、こんな物騒なこと。でもここにいる以上はいつ死んでもいい覚悟はしておいた方がいいですよ。いつ死んでもいい覚悟。雨が降ってきましたね、マークス様。マントを持ってきていますよ、どうぞ。いい。カムイも今頃寒い思いをしているかもしれんからな。そうですね。廃墟か。気をつけてください。ここは以前盗賊たちがアジトにしていたところで。知っている。ですよね。中を調べる。嫌なら戻っていろ。そういうわけにはいきませんよ。
特に変わったところはありませんね。待て、今何か影が動いた。まさか人が。せや賊か。いえ違います。これはノスフェラトゥ。でも少し違うような。他にもいるぞ。囲まれたか。マークス様、伏せてください。ラズマルド。平気です、気にしないでください。せよ。これで全てか。はい、マークス様、おけがは。平気だ。そうですか、よかった。ラズマルド。ひどい傷だ。私をかばった時のものか。しくじっちゃいました、すみません。止血をするぞ、少し我慢しろ。マークス様、僕足手まといになるのでここに置いていってください。バカを言うな。休んだら自力で戻れますよ。でもその前に少しだけ話を聞いてくれませんか。なんだ。このやり方で本当にカムイ様が見つかると思いますか。何？いつものマークス様ならこんな無謀な探し方しませんよね。もう一度レオン様に話を聞きませんか。お二人がいつもみたいに力を合わせたらカムイ様が見つかる確率は上がると思います。少なくとも今よりは。僕も昔家族を亡くしました。いても立ってもいられなくなる気持ちはよくわかります。でも今できることを見失ったらきっと後悔します。マークス様にはずっと兄弟みんなで笑っていてほしい。だから。もういい、それ以上話すな。すみません。傷を治さねばならん。戻るぞ。でもお前が言ったんだろ、レオンと協力しろと。そのためにも城に戻ろう。まさかお前のようなナンパ者に諭されるとはな。礼を言う、ラズワルド。私は感情に流され進化まで失ってしまうところだった。お前の言う通り、闇雲に探していても拉致があかん。レオンたちと合流し情報を整理してからもう一度捜索をし直すぞ。はい。